大学生2年目の春、僕は恋に落ちた。ねえねえ、ちょっといい？なんかよ。午後の講義ないんでしょ？よかったら俺とドライブでも行こうよ。そのルックスでよく私に声をかけられたわね。え？ドライブでも行こうよ。そんな安っぽい身なりじゃ、どうせレンタカーか親の車でしょ。つうかぶっちゃけキモい。二度と近寄らないで。そんなさすがショーバル女王ね。これで何人目の犠牲者かしら。もう変なあだ名やめてよ。そんなんだからなかなか彼氏ができないんじゃないの。うるさいわね。そんなの関係ないでしょ。一目惚れだった。彼女は一条真奈美さん。スタイル抜群、超絶美人で、告った男はみんなプライドをズタズタにされて撃沈。そんな彼女に僕は今日告白する。めくり問題外。え？ボサボサの髪、冴えない顔、身長も低いし、しかも今時シャツインって。そもそも初対面で告白ってどういうこと？所詮男なんて女の外見しか見てないのよね。実はそうなんです。な、僕超面食いです。は？性格なんてどうでもいい、とにかく美しい女性が好きなんです。ちょっと真奈美さんはやっと出会えた僕の理想の女性、絶対に諦めません。何よこいつ、めんどくさい男。それなら足でも舐めてもらおうかしら。ほら早くお舐めなさい。そうすれば付き合ってあげてもいいわよ。本気ですか？これで諦めるでしょ。喜んで。え？こんな美人の足を舐められるなんて最高だ。飲んじゃったじゃない。マナミってば遅いわね。何してるのかしら。どうせまた誰かにナンパされてんじゃないの。お盛んね。ほんとほんと。マナミさん、ショウです。見たらいい、ショウ。それじゃあショウくん、責任取ってよね。え？翔くん、おいしい？今日は卵焼きにほうれん草入れてみたんだけど。はい、とってもおいしいです。よかった。マナミ、変わったよね。え？ついこの間まで昭和女王なんて呼ばれてたくせに。ふん。もうやめにしたの。これがツンデレってやつ。エッチ中とかデレデレだったりして。萌え萌え。恋の威力は絶大ってことかしら。